西武バス立川営業所。西武バス立川営業所は、東京都立川市高松町に位置する西武バスの営業所である。立川駅から立川市内と東山都市を中心に、秋島市、小平市、東村山市、国分寺市、武蔵村山市に路線網を有している。バス停は立川通り沿いに上下線各一本と、 折営業出庫用として営業所構内にもある。上り出庫車両は通常のバス停を利用する。営業所自体の歴史は古く、1960年代には、所沢駅、飯能駅、箱根池先駅と立川駅を結ぶ路線を、立川営業所単独、もしくは、同社対営業所、他社との共同運行の路線が存在していたが、沿線の道路渋滞による遅延などを理由に短縮。 撤退されていった。1996年には、西武バス小平営業所に一度統合される形で、立川営業所は廃止され、後地は西武バス、立川案内所と日産レンタカーの営所となっていたが、西武自動車への管理委託を行う関係で2002年4月1日に、再開、2010年12月1日より、西武バス本体の運行となった。 小平営業所へ統合される以前の立川営業所の前にあった停留署名は立川車庫であり、並走する立川バスも西武バスでの解明に合わせ停留署名を変更していた。したがって当時の行き先表示は立川車庫行きであった。臨時便である西武ーム線並びに出入庫に関連する路線を除き、すべての路線が立川駅を発着する。なお 本校営業所の最寄り停留所の名称は、西武バス立川営業所だが、以下本校内では、立川営業所と表記する。1966年に、立川駅南口立川八個前として、立川バス浄水営業所との共同運行で、開業したその後、南口発着から北口発着へ短縮された。2011年5月16日に、 立川八古前折り返し所の廃止と、幸い長男家への延伸、同時に率40の大幅減便とともに、立川バスが撤退して、西武バスの単独運行となった。立川駅北口のロータリー整備以降、立川駅行きに限っては、停留所の位置の関係でた路線では直進する、明けの橋交差点を右折し、高島屋正面と立川北駅の真下を通過してから、 立川駅北口に到着する京となっていたが、2011年5月16日の幸町団地延伸時に経路を変更して解消された。立40は砂川9番までは立川通りを通り、五日市街道へ入ってから小平市との境目に近い幸町団地へ向かう。東村山駅での折り返しは転車台を利用していたが、 東村山駅再開発事業に伴い、2008年5月1日より、仮設駅前広場が整備され、転車台は廃止された。立35から1は、出庫系統、東山と35は2012年11月16日の、ダイヤ改正で新設された東山都市駅、発着系統である。1960年代前半の開通で、当初は、 箱根池崎駅までの本線と横田折り返し便からなる路線で後に折り返し地点が横田から長円寺へ延伸された。箱根池崎へは利用客の減少から1970年代に廃止され立川駅、長円寺間の路線として長らく運行を続けた。2006年11月13日、日産自動車村山工場跡地に複合商業施設。 ダイヤモンドシティミューが開業したため、終点を超円寺からダイヤモンドシティに変更した。なお、ダイヤモンドシティミューは2007年9月22日よりイオンモール武蔵村山ミューと名称が変わり、2011年021日にイオンモール武蔵村山に再度解消。停留所名称も2008年2月16日よりイオンモールに変更され、 2018年9月1日からは、原子説明と同じ、イオンモール武蔵村山へ変更された。イオンモール武蔵村山発の最終便とイオンモール武蔵村山行きの第一便は出入庫系統の率37から1となる。東山都市駅武蔵村山市役所間で、都営バス埋め70系統と共通乗車券の取り扱いを行っている。 1998年の多摩都市モノレール線、開業時に、南海停留所の手前から伊調通りを北上する立45が新設された。南海は、東山都市駅から西へ 1km ほどの、伊東洋華道東山都店の向かに位置している。立45系統は、2016年10月6日から、一旦、南海バス停、ロータリーを経由して運行されることになった。 出航路線は経由しない。立33は2016年10月16日より運行開始。東山都市駅のロータリー内から発車する唯一の立川駅北口港の系統である。4番乗り場から発車する、その他は大梅街道側乗り場と溶水北通りのリ場である。なお、立33の系統番号はかつて 小平営業所管轄であった立川駅北口、砂川9番小平車庫、小川駅、久米川駅線とは直接の関連はない。また、立41から、系統番号が変更になり、表示上系統番号なしとなった立39から、3は、立33新設時に深夜バス以外が廃止され、現在は深夜バスのみの運行となっている。立39から2、 以前存在した村山団地線とは無関係は平成26年2月16日新設で現在は日曜夜1本のみの運行である。立川駅北口の乗車停留所は駅前ロータリーになく駅前大通りに設置されている15番乗り場から発車する。現行ダイヤは2004年10月16日以降長らく改正が行われていなかったが 2017年11月1日に、久しぶりに改正が行われた。また、平日、土曜、休日共通ダイヤになっている。上弁天付近の道路が境外なため、中型車での運行が中心となっている。2011年11月19日に土曜、被災日のみ運行を開始したが、東京都シルバーパスは利用できない。立川駅南口和率72と同じ一番。 乗り場から発車する。西武バス便は前乗り中降り、立川バス便は中乗り前降りと乗降方式が違う。立川駅から南下し、新奥多摩街道を走行する。新道福島は、秋島市に入った道街道沿いに位置する。立川バスは、富士見町団地から富士見町総車場へ入る。折り返し便のみで、西武のみが新道福島まで運行する。 2015年5月1日より、立川バスともども、前乗り前払い式のシステムとなった。立川駅の西側を南北半循環する。道路線も西郷地付近の一部で、秋島市内を通過する。立川駅北口界隈の再開発事業により、駅北口付近は行きと帰りで経路が異なる。ドーム行きは途中停留所乗車のみ、帰り便は途中停留所降車のみ、 立川バス浄水営業所と共同運行。メットライフドームにおける野球、イベント開催時のみに運行される。かつては立36、立川駅東山都市駅芋久保、西部球場前として運行され、近隣の西部バス営業所から応援車両を集めて、ピス運輸送を行っていたが、1999年3月20日より、上北大駅発着に変更された。 1999年シーズンから2006年シーズンまでの間、奈良橋経由便はドーム100、後に新設された直行便はドーム101の系統番号が表示されていた。2014年9月13日から袋のみ、立川駅北口まで運転されるようになった、試合開始2時間後運行のバスのみ、奈良橋経由上北大駅止まり、同時に、 奈良橋経由便の途中バス停が行き便が乗車のみ、帰り便が降車のみの扱いになった。また、2015年7月24日より、立川駅発着便を設定、立川バスとの共同運行を開始した。立川バスとの2社体制後は、メットライフドームでの野球、イベント開催日に限り、立川駅北口及び、玉川上水駅、 上北台駅から臨時直通バスが運行されることとなり、奈良橋経由便は廃止となった。ダイヤはプロ野球の試合開始時間によって異なるほか、ライブなどのイベント開催時の運行は都度西部バスと、立川バスのホームページにて告知がされる。基本運行パターンは、行きは試合開始4時間前から立川駅発玉川上水駅、上北台駅経由。 メットライフドーム行きを20分間隔で3本、運行した後、上北台駅発メットライフドーム行きを15分間隔で9本行をする。いずれも途中降車はできず、3本あたり立川バス1本、西武バス2本の割合で担当する。帰りは、試合開始2時間後に西武バスにより、上北台駅行きを1本のみ運行し、試合終了後から立川駅行きを随時運行。 試合終了30分後に最終バスが発車する。帰りはメットライフドームからのみ乗車が可能。いずれも両者の各種定期券 IC1 日乗車券は利用できない。2017年現在、袋はすべての便が立川駅、北口行きとなる。系統番号は西武バスに関しては路線図ではドームとのみ案内されている。特筆すべき事項として 埼玉 VS 千葉シリーズ開催時には、千葉ロッテマリーンズのラッピングが施された京成バス、新都心営業所の車両を借り入れて運行することがある。逆に、ゾゾマリンスタジアムでの埼玉 VS 千葉線、開催時には、京成バス新都心営業所に東営業所の A2 から875号車が貸し出され、海浜幕張駅、ゾゾマリンスタジアム間を運行することがある。なお、 この時は登録番号が奈らしのナンバーとなるので戻ってきた時のナンバーはその都度変更になる。かつては系統番号は付与されていなかった。日産ディーゼル、ゲン、ドトラックスの車両で統一されていたが同社のバス製造取り留めに伴い2011年から2017年までは三菱不走製のバスが導入されていた。2017年以降は イスズ自動車の車両が投入されている。2018年には、西武バスの大型一般路線バスとしては10年ぶりに、日野自動車製の大型車、ブルーリボンハイブリッドが納入された。日産ディーゼル車体は、富士重工性が多かったが、撤退に伴い、西日本車体工業性に変更され、比率が高まっている。末期は三菱不走車体と共通タイプも導入された。 2016年に入り、行き先表示、全面、側面、後面がカラー LED に改造された一般車が出場し、後に全車改造された。一部の車両は埼玉西武ライオンズのラッピングが施されており、立川駅、上北台駅、西武ドーム線はこれらの車両が優先して運行される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。